ねえ、これこいつがあれば、匂い、うん、あの箱を取り返さなきゃ。それもある。ギルドは裏切りを許さない。うん、西の山脈は旅自宅のないまま通り抜けるのは無理だと思うから。ああ、闘技場の方は気になる。じゃあエステルたちはここで待ってる。え、これはギルドの問題だしな。お嬢ちゃんたちがついてくる理由は。ごめんエステル、私は行くわ。あの箱が気になるし、それにあの箱盗んだバカに落とし前つけたいから。私は自分で決め、行きます。騎士団を妨害し、アルトスク、ギルド・ド・マルシェ、それにルインズ・ゲートとブラッド・アライアンス、やっぱり一つ足りませんね。それは一体何の話だ。ユニオンの五大ギルドですよ。これまで四つとは関わりましたけど、あと一つが。ああ、そういや名前も聞いたことねえ気がするな。なあカロル、五大ギルドってあと一つどこなんだ。ああ、それならカジギルド、スミス・ザ・ソウルだよ。そんなギルドもあったんだな。多分ユーリもスミス・ザ・ソウルが作った剣とか知らずに使ってたはずだよ。鉄槌のギルドマークが入った武器とか見たことあるでしょ。ああ、下宿先のおかみさんが使ってた包丁にそういや刻まれてたな。余裕余裕、油断大敵です。勝利の雄たけびを。ラピード。
足震えてるぞ。嘘。嘘だよ。いい感じだな。闘技場で悪党をぶっ飛ばすだけだったはずなんだがな、いろいろごちゃごちゃ出てきやがって。フレンまでいるとは思いませんでした。それにあのザギっていうのも。逃げたラーギーもね、全部が偶然とも思えないわね。さすがに重なりすぎよ。偶然だったら最悪だな。俺らどんだけ運が悪いんだよ。あれもこれもリヴァイアさんの爪が裏から糸でも引いてるのかね。状況を見つめ直すのもいいけど、ゆっくりしていると逃げられちゃうわよ、ラーギーに。だな。話はここまで。行くぞ。ジタバタするなよ。大丈夫だ。ゼンガ。勝利の合図。俺、はい。痛いぞカロ。確実に仕留める。覚悟しな。ゼンガ。エローダ。エローダ。エローダ。勝利の雄たけびを。ちょっと、
またおっさんの嫌いなもの食わせんの？違うの作ってよ。おっさんいじめ反対。あら、じゃああなたは食事抜きにするのね。僕たちだって嫌いなものでも我慢して食べてるんだから、レイブンも我慢しなよ。私なんて読書の手を止めて食事に付き合ってやってるんだから、ありがたく思いなさいよ。偏食は栄養が偏って体に良くないですよ。もう十分成長しちゃったおっさんに今さらに。ラピードがバカにしてるぞ。人間の風上にも置けないってさ。一番年上のくせして恥ずかしくないのか。別に、おっさんダメな大人だもん。開き直りやがった。最低ね。あっという間に全滅させる。勝利の合図、行きます。はい、はい。油断大敵です。ゼンガゲルローザス気合い入り宇宙通知になる方法は何十万人や。弱点発見よ。揺らめくこのゲームが猛追ファイヤーバースホーリー。勝利の歌。ちょっと、ここのとこずっと私に料理押し付けてるわよね。おや、腕が上がって料理に目覚めたんじゃないの？なわけないでしょ。料理なんかめんどくさいし、時間の無駄。食事なんて生命を維持できればいいんだから、パンでもバナナでも適当に食べればいいのよ。材料そのまま食えってか。思い出すね、パンに生卵を挟んだだけのリタのサンドイッチ。生卵は斬新ね。おい、真似しないでよ。次も私に料理させたら入れるから。入れるって何を？とっておきの入れるから。それは楽しみね。モジュディス、煽らないでってば。次、絶対私に料理回すんじゃないわよ。
リタのとっておきの料理食べてみたかったです。エステル、それ多分違うよ。本気出したらこんなもんだ。排除排除。友人像。なかなかやるじゃない。天が。ほら、やるわよ。はい。いい感じだな。完了と。聞いてはいたけど、闘技場ってのも随分な場所にあるのね。デスエル大陸の突端にですものね。この大陸自体、不思議な形してるもんな。なんでこんな形状なんでしょうか。ああ、それはデスエル大陸を隅々まで歩くと何かわかると思うよ。さすが地図大好きっ子のカロル先生。俺にゃ真似できねえわ。素敵な趣味ね。それって褒めてないよね。リタバタするなよ。連戦が元老さん、マシーワルツ、次とありだ。はい、煩い招き師元凶を無事になり、次の剣道リタベ勝利の合図、いきます。力合わせていきましょう。戦が。やじらない資源が。戦王さん。リス。友人賞。本日の怒りの番です。せーの、敵を貫け。戦が。解き放たれし、どうなるに耐えましょう。目の前の戦が。報酬が。レピード。
笑ムードね。言い抜くなよ。戦が家に報酬が白髪のゴールドコインワードダッシュ勝利の合図、いきます。あっという間に全滅させる。一体さ、そんなオカリナさんが別の悪魔を圧倒するグレードローン。白髪の向こうに行くのはエンジェリリオン。大丈夫だ、報酬が。レピード、怖いもん知らずだわ。報酬が進撃ゲッパー進撃変遷が俺様天才というよりうさんくさい。正解。見当たらないわね。ここを進んだんでしょうか。これを抜けて山の向こうに逃げたってこと。でもここはカドスの喉笛って言われてる洞窟で、プテロプスって強い魔物が住んでて危険なとこなんだって。前にナンが言ってた。それを知らなくて進んでいったのかしら。隠れて俺たちをやり過ごすつもりだったらしいな。さて、じっくり話を聞かせてもらわないとな。俺たちを闘技場に立たせてどうするつもりだったんだ。とにかく箱を返しなさい。仕方ないです。リヴァイアさんの爪。確実に仕留める。覚悟しな。どこまでも邪魔の連中だぜ。
ルーインズゲートとリヴァイアさんの爪は繋がってたってところか。手伝うふりして研究所のものかすめたって横流ししてたのね。許せない、あいつら。正しいギルドで有名なルーインズゲートがそんな悪さするなんて。待って、ジュディス。あら、でも追わないと逃がしちゃうわ。さっきも言ったでしょ、危険な魔物が住んでるって。なあ、もうやめとこうぜ。俺様ベリウスに手紙渡す仕事まだなのに、ノードポリカから離れちゃったらまたドンにしんどい仕事回されちまう。私は追いかけるわよ。あんな奴に遺跡から出た大切なブラスティアを好き勝手にさせないわ。あの箱も返してもらう。私も行きます。何言ってんの、あんたは待ってなさい。待ちません。こりゃブレイブベスペリアとしてはついていかざるを得ない。そうだね、エステルの護衛が僕たちの仕事だもんね。みんなで行けばきっとなんとかなるわ。俺様行かなくていい？ああ、ドンのお使い頑張る。なんだよ、引き止めてくれよ。ザコが出てきやがって。油断大敵です。炎上させ、炎戦が報酬が障害を連なったんだ。やり、勝利の合図、いきます。痛くしたらごめんなさい。
僕たち随分たくさんの敵と戦ってきたね。これだけ戦っても魔物っていなくならないものなんですね。エステルらしい発想だわ。俺たちの力で簡単にいなくなるんだったら結界なんていらないだろう。けどどうして魔物っているんだろう。人間に倒されるためよ。あら、また極端なこと言うのね。だって魔物なんてそれ以外に100害あって一理なしでしょ。本当にそうなんでしょうか。そこにいるからには何か意味があるような。深く考えてもしょうがねえでしょう。そんなこと言い出したら人間だってどうしているんだってことになっちまうしね。そうですね。どうしてなんでしょう。またややこしいこと言うなよ、おっさん。いや、それ以上考えるなって意味で言ったつもりだったんだけど。ぶっ飛ばすからね。抜くなよ。トライスティック。勇人と剣の軍守護バリア。いい感じだな。ぶっ飛ばすからね。飛ばしていきますか。飛ばしていきますか。
本気出したらこんなもんだ。あるのみさっさと片付けましょう。レンガ交流レンガ何か聞こえなかった？ここなのじゃ。うわっ！って、パティ？お、また会ったの。そんなところから出てきて、やっぱりアイフリードのお宝を探してるのか？うむうむ。ねえ、そのお宝ってどんなものなの？聞いて驚け。それはマリスステラなのじゃ。何それ？さあ、白色のエステルも知らないなんて。マリスステラはアイフリードのお宝の中でも何よりも貴重なものなのじゃ。で、そのマリスステラとやらってお宝は見つかったのか？宝とは簡単に見つからないから宝というのじゃ。
変なの。ねえ、ノードポリカで聞いたパティがアイフリードの孫って本当？何よ、そうなの？お嬢ちゃん、盟友に孫がいたと知ったらどんな顔するかね。そういえばドンとアイフリードはユニオン結成以来のお友達なんでしたよね。でもさ、嘘でしょ、アイフリードの孫なんて。だってその話一度も聞いたことないし。本当なのじゃ。多分。多分？どういうことです？多分というのはエステルはなんで自分のおじいさんのことを推測で話してるかって聞いてるのよ。それはうちが記憶喪失だから。ま、記憶喪失。ま、じゃあアイフリードの孫ってのは本当かどうかわからないってこと？絶対本当なのじゃ。多分。なあ、もう絶対なのか多分なのかどっちよ。わかんないからマリスステラを探してるのじゃ。つまり記憶を取り戻すためにじいさんかもしれないアイフリードに会いたい。そのアイフリードを探し出すためにマリスステラっていうお宝を探してまのじゃ。いつの日かじいちゃんに会えるのじゃ。でもそんなことより紅の小箱追いかけなくていいのかしら。ああ、そうだった。あんた、なんでついてきてんのよ。うちもこっちへ行くつもりだったのじゃ。だったら一緒に行きましょう。それがいいのじゃ。買い物に行くのとはわけが違うんだぞ。承知の上なのじゃ。何かあったら力になるぞ。まあ、頼もしい。記憶喪失ってお話の中だけだと思ってました。案外簡単になるわよ。ブラスティアの実験に失敗、爆発に巻き込まれて記憶が吹っ飛んだってよく聞くし。でも記憶が一切ないっていうのは珍しいわね。寂しいですね。そうじゃな。でも昔の記憶がなくても今より先の記憶はこれからできていくものよ。そう悲観したものでもないと思うわ。なるほど、そういう考え方もあるのじゃな。うちの思い出のアルバムはこれからユリとユリとユリで埋めていくんじゃ。ゾッとするアルバムだわ。私たちのことも少しは入れてほしいですんじゃ。隅っこにちまっと入れておいてやるのじゃ。気楽に行こうではないか。本気出したらこんなもんだ。
ジタバタするなよ。ジタバタするなよ。じゃああれはエアル？ケーブモックのと同じだわ。ここもエアルクレーネなの？こりゃどう強行突破は無理そうね。です、この量のエアルに触れるのは危険です。こんなものに助けられる？待て、うわ、さすがに離れた方が良さそう。この揺れは一体。カロルの言ってた魔物か？違う、あんな魔物見たことない。パティ、ダメ！お、いい加減にして。リタ、危ないです。大丈夫よ、この程度の濃度なら害はないわ。今のは一体何だったんだ？暴走したエアルクレーネをさっきの魔物が正常化した。でもつまりエアルを制御してるってことで、ケーブモックの時にあいつが剣でやったのと同じ。通っても大丈夫か、リタ？そうね、多分。よし、突撃なの。パーティー、足元気をつけてください。気になるかしら？そりゃそうよ、あれを調べるために旅してるんだし。どうすんだ？分かってるわよ、分かってる。そいつはどこかに逃げたりすんのか？逃げるわけないでしょ。そっか、いいわ。よし、カロル、大丈夫か？さっきの魔物の力もリゾマータの公式なの？エアルを食べる魔物なんて一体何だったんでしょう？少し他の魔物とは雰囲気が違ってたよね。ああ、そりゃ感じた。俺らのことじっと見てたようにも思うし。誰を食べようか悩んでたんじゃない？私、長い時間目が合っていたんですけど。よかったわね、きっと一番美味しそうに見えたのよ。それ、
全然良くないです。簡単そうですね。言い抜くなよ。報酬がこんなもんかな。ゲロだ。チームでみんな敵を連れて戦がオーリーランス。こんなもんかな。とどろけ勝利の歌。